こんにちは。こんにちは。モーリーです。和田です。前回教えてもらったんですけども、はい、もっとレベルを落として処方の処方の処方、はい、一歩動くぐらいのところからちょっと見ていただいて教えてもらってやる方がいいかなっていうふうに、そうですね、はい、すいません、ハードル上げすぎました。そんなことないです、すいません。いや難しいですよね、確かに。僕もねさっきやってて思ったんですよ。ちょっと喋ったのもありましたけど、いや違います、難しかったな。いや分かってくれる人は分かってくれると思うんですけども、全然できる人はいいんですよ。でも私みたいにできない人も結構たくさんいると思うんですけども、はい、和田浩司がねちょっと見本でちょっとこう動いてこうやるんだよって言ってもね、はいはい、うん、いやもちろんやり慣れてないからあれだけども疲れるけども、いやそれできるよっていうふうに最初思うんですけども、うんうん、できないの意外とこれがちゃんと。うん、なんでもっともっともっとレベル下げて、これが減りましたね。これが1個目を大きく減り出して、もう動いて、でもう本当ここだけなので、あとはためをこれだけ、これぐらいだったら大丈夫かな、こういう感じ。これいいかもしれない。これ多分こうやって打つと。打っちゃう。これいいかもしれない。そのままのボールだけど、これがあるから。試合の緊張した場面で、どっちが確率高いかっていうと、絶対にこの丁寧に後ろから入って、下半身を使ったボールの方が、しっかり、やっぱり体でしっかりコントロールするから、安定感増すし、でなおかつ体の力が伝わるから、弾んだ後が、これだよな。これ本番もこうやって打てちゃうんだけど、そう、打てちゃうけど、ここはこう動いてこういう風に打つ方がボールの質は絶対良くないです。間違いない。ああ。プロの人はそれがテンポ速いですね。だからただ単にこうやって突っ込んでるわけじゃなくて、後ろから入ってるけどめっちゃ動きが速いんで。テンポが速いっていう感じなんですよ。だからなおかつボールも重たいし、ね、あんまり速く動く必要ないと思いますよ。大きく踏み出すのがポイントです。まず1個目、このちょこちょこ動いてるのがあるから、はい、1個目を踏み出す、あとはこう引くっていうのがポイント。いや、これいけると思います。エアもう近いから結構楽だと思います。一歩だけ行って、うん、そう、でいいですね。一歩だけで、そう、それで合わせて、一歩だけ行って、溜めて打つ、潜り込む、潜り込む、靴が減りそうですよね。靴は減りますよね、多分。もっと楽にやってもいいと思います。今よりも、うん、今かなり頑張ってやってたんで。動き方はいい。このショット良かったですか、はい、このボールのマークをこうやって覗いてあげるぐらいのイメージで、まだこっから見ると爪が浅いなっていう感じなんで、これから始めましょう。これから始めよう。これの方がいいっすね。